過去何人もの猛者たちを飲み込んだこの巨大な滝は、いまだにその勢力を劣える音練習しねえとダメだよ。んな突き上げまでナレーションしたってそうなんだから。あなた、あれ仙台ナンバーじゃないの？そうだね、仙台からわざわざ来たんだね。忘れた頃に思い出す、チッコドゥドゥルドゥ、関東でもチッコドゥドゥルドゥ、ドゥドゥルドゥルドゥル、慢性って。おい、やばいの思い出したぞこいつ、慢性って。始まったプロジェクト B。 赤木さん来たよ。イニシャル B 氏に、デレレレレレレレン。日本語は難しいね。さんって言ったり、ざんって言ったり、浅間って言ったり、宣言って言ったり、八万って言ったり、八幡って言ったり、どうなってるんだよ日本語。渡良瀬渓谷に入ってまいりました。ここが僕のアナザースカイって初めて来たくせに。あの群馬の情報、中山秀ちゃんと井森美幸とボーイだからな。なんだお前、なんだお前、埼玉県じゃん。そこ埼玉県じゃん。ちょっと待って、素晴らしいところなんだなこれ。映像でどこまで伝わるかすげえ坂。え、なにこれ、ベタ踏みなんですけど今。なかなか坂46ぐらいだよ。道の駅マンバの里。マンバ、いや景色見たいんだけど、ごめんなさい。神奈川怒ったかな、許さないかな、橋本かやめとけよって注意か。ほんとお前俺の旅の友だね。お腰につけたきびだんご。恐竜センター、日本唯一恐竜王国。いた恐竜、二足歩行で初めて歩いた恐竜です。ほんとにバカじゃねえのほんとに。今日大半生まれて初めて通る道を通ってるよね。生まれて初めて。この後怒涛の展開が待っているのであった知らねえぞ、怒涛の展開あんのか本当に。これここがかの有名な薄い峠か。ほら水落としした跡ある。来たよ龍神大橋。ここで品川のヤリスをパス。高橋圭介いたんじゃない？高橋圭介がレッカー呼んでた。この先通行止め、土砂流出のため。さやかコーナー、ダウンヒルの始まりだ。さあここでターンして2本目。1本目は品川のヤリスに勝ったからな。イニシャル B。 かっこよく言ってもダメだよ。イニシャル B の B は知ってるからね。ぼっちじゃなくてバカだから。イニシャル B。俺一人での運転してんのにすげえ喋り疲れてる。なんで一人で運転してんのにこんなに喋り疲れてんだろう。イニシャル B CM 入ったわ。あ、藤原豆腐店があった。86止まってた。おい、あれカンラちゃんじゃない？橋本カン、膝に来てるよ。膝笑ってっから。すげえ昭和だよ。昭和にタイムスリップしてきた。すいません、ありがとうございました。面白いとこ作ったよね群馬県って。いらっしゃいませ。おとみちゃん、おとみちゃん行ってきたよ。富岡市非常は楽しめましたか？すごい出るのだるまですけど、リノって書いてある。片瀬さんが持ってきたのかな。これは時速30キロのバトルが始まる。クソ、先行された。高崎のミラ早えな。うわー、コーナー1個分先行かれちゃった。何、完成ドリフトだと。分かる人にだけ分かる、ここの駐車帯。さてここからダウンヒルバトルが始まるよ。ヒルル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 ル。春菜さんのダウンヒルバトルを終えたぼっち隊長はお食事どころへと向かうのであった。イニシャル B。
これどうすんだこの編集。並んでるよ。嘘でしょ。あ、ダメだ。これはダメなやつだ。レッドサンズの集会にまず参加して、テレレレレレレレン、レッツゴー。え、ちょっと待って。俺にバトル申し込んでる。仙台のハイジェットが前にいる。抜き去ってしまえ。すでにエンジンは全開だぜ。そしてこれがもう限界だぜ。全開で限界だ。イニシャル B。 キュルル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 ルキュルル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 ル。上毛三山制覇。イニシャル B。 サンゴライト化粧水風呂に行ってまいります。本日もウォッチ隊長はウォッチ号とともに道の駅旅へ向かうのであった。イニシャル B。 まだ言ってんのそれ。非常にいいところですね。来てみて思ったんですけど。お風呂へ入っていかないのですか。全部聞いておったぞ。お店の中の人なんかすげえ目でこっちを見てた。温泉のある道の駅を見つけるとまた必ずここに来てやろうと心に決めたウォッチ隊長であった。イニシャル B。 すいません、ちょっと近く寄ったんで来てみたんですけど、ここのマップだけ写真撮らせてもらっていいですか。すいません。あの山の向こうに光る物体が見えたんだ。なんかペンキを踏んづけた獣の足跡がずっと続いてる。あの道の駅の混み方から考えると恐ろしいほど貸し切りベイベーなんですけど、どこまで伝わるかな。逆光か。はあ、あれほら昔道路だったんだよ。あそこ、お湯の色、これ白濁してる。もうすでに来てよかったと感動しているボッチ隊長であった。ここからボッチ号のエンジンがうなりを上げたのであった。イニシャル B。 バイク乗ってる人ニコニコしてたよ。ヘルメット越しでも分かったよ、目が笑ってるの。来ちゃった。群馬長野、群馬長野、群馬長野。山の天気は変わる。噛んだからダメダメ、言わせねえよ言わせねえよ。東京タワーって草津温泉を後にしたボッチ隊長は妻恋村へと向かうのであった。イニシャル B。 キャベツ太郎畑。なんだこの道、なんだこれ。吾妻川の上流を走りながらボッチ隊長は草津温泉へと向かうのであった。イニシャル B。 温泉門からの足湯。あれ、タヌキチじゃね。もう素晴らしいね、この湯気すごいな。なんかもう今日お祭りみたいだよ。ここが勝負どころだ。行け、完成ドリフトだ。キュルル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 ル、キュルル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 ル。実際のスピードは20キロ程度であった。イニシャル B。 たどり着いたとこはドゥ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 、みなかみ道の駅みなかみ水木交換。タヌビッチもタヌザブローもタヌコもタヌもみんないた、ここに。え、なんて。次なる道の駅へと向かうのであった。イニシャル B。 お前めんどくさくなってるじゃねえかよ。だけど僕には知性がない、おまけに大事な理性もない。ウォッチ号のエンジンがうなりを上げるのであった。イニシャル B。 でかよく来たな、ハロロロ仙台から楽しんでゆけ。そして別ルートのダウンヒルバトルに入っていくウォッチ隊長であった。
イニシャル B。 P6、P7 ってそんなに駐車場あんの？川場田園プラザ、やっと来れました。お、見えてきたぞ。 Your attention please. It is very slippery and dangerous close to the Fukiware Falls. あの山の向こうに光る物体が見えたんだ。直訳してみました。おー、改めて見るとすごいね。数々の苦難を乗り越え、群馬県の道の駅を全部回り切ろうとしているのであった。イニシャル B。 すげえ数のハウスがあるぞ。なんこれ、あの犬に向かってハウスって言ったら迷っちゃうよ。ゴール間近になっていよいよ頭が湧き切ってきたボッチ隊長なのであった。イニシャル B。 これ最後の最後、車中泊じゃなかったらウケるよね。車中泊の旅って言っときながら最後普通にホテルとか泊まったら。俺一応東京で仕事するとき八王子でホテル泊まってるんすけど、そこの部分は一切使ってないからね。本当に一切使ってないかどうかはこれからの編集次第なのであった。お、なんだ、ナレーションの感じ変わった。さっきのうーってやつ出てこなくなった。呼ばれたのでやってまいりました。いいから出てこなくて。くそ、おめえの話すんじゃなかったよ。寂しくなったのかなと思って出てまいりました。やべえ曲かかってんじゃねえかよ。屋内の足湯だ、珍しい。建物の中に足湯がある。道の駅を全て回りきったボッチ隊長は、ここはやっぱり行きたいという場所に改めて向かっているのであった。イニシャル B。 わ、すげえ、エンタープライズ号みたい。こちらエンタープライズ号。飲め飲め、酒を飲め。このチュパトップス美味しい。いらっしゃいませ、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 いらっしゃいませ。金星峠を諦めたボッチ隊長は南ルートで栃木県を目指すのであった。こういうやつです。俺ってこういうやつです。